「文化放送ポッドキャストキュア続いてはポッドキャスティングでも配信しています。 大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。1969年、昭和の名コメディアン、東八郎さんのご長男として、東京浅草に誕生。その後、はじ、はぎもとさんに支持し、現在はお笑い芸人として大活躍中、東ずまさんです。よろしくお願いします。ますものすごく大事に読みましたね、今ね。うん、大事に読んで間違ってましたよ。うん、僕字なんですから。うんうん すいませんでした。<laughs> あれ そそううかなんで間違っちゃったかというと、あの浅草に遊びに行って、それでテレビ見たことあるから、あそうだと思って、どうせだったら、東さんとこのもんじゃ屋さん行こうと思って、浅草今、もんじゃ屋さんやってまして、そしたらね、時間ずらしてったんだけど、満席で、入れなかったんだけど、お店から出てきて、すいませんって言った人が、顔がくソ卒なのね、ちょっとイケメンで、若かったから、弟さんかなと思ったから、ごちそ なんて間違っるほどね、そういうことなんですね、うちの店混んでるんですよ、ねすごいね、もう2号手もできててね、なんか本当に生まれたから挫折ってことは味わったことないというか、何やってもうまくいっちゃってて困ってるんですよね、これね、そうなんですよ、ずっとね、うまくいっちゃってるんですよね、それは人を腹立たせくたたそういうわけじゃなくて、まあ生まれた、まあ、星の人はそうだった 余計腹立たしいか一時、札開切ってやる芸だったもんね、だって。ああ、そうですか。ですか。あ、そうであ、今日もありましたね、あありがたいね、これ。めっちゃ天気いですからね。満札の季節がやってきましたよど。ブレないですね。全然。ええ。お父さんがコメディアンで。いや、そうですね。あうちの父親とやっぱりお仕事は結構されてましたあのね。はい。 お笑いスター誕生っていう番組やったんだけど。そうですよね。その時お父様は審査員。ええ、ですよね。はい、その後にだからうっちゃんなんちゃんとか、ゾウ、うんはい、さんのこととかいろいろ出た時に僕はよく見に行ってたんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。 東八郎さん、あの、頭はちょっと白髪で、ちょっと薄かったんだけど、えぇ、審査員席で、ある日、審査員席見たら、もう黒々とした頭で、東八郎さんが来て、いやいやいや、かつらなんだけど、乗っけちゃったんですね。乗っけちゃったんだ。ほいで、もニコニコしてこっち見て、お前が笑わせてどうすんだと。 お前、審査員だろ、と。もう本当、文句も言いたかったんだけど。その時は言えなかったですか言えなかったよ。だって、審査される方で。言えなかったよ。険嫌こないゃいけないですもんね。険嫌こないゃいけないし。いや、だけど。しかも人をやってるとき、ああの、頭くるくる動かしてさ、後ろ見たりいろんなことやって、こう、こうやるん邪魔しやがって、俺。 うち好きないですねでも、八郎はでもやっぱりね、頭、はげてたんですけど、バーコードだったんですけど、やっぱり気にはしてたんですよね。だから家専用のカツラってなったんですよ家専用っておかしいじゃん、普通、外じゃないですか。で、家でやっぱり気にしてたんですよね。家でこう、カツラして、ふさふさのまんまで、若々しいお父さんが家にいるんですよ。くつろぐときとか、ご飯食べるとか。じゃあ行ってくるねって言ったら外すんですよね。 だから使い方が全く逆だったんですよね。あ、あまさんは今俺、ふさふさですよ。本物本物です。食物とかもしれない全くしてませんよ。ええ、黒黒と。あるのかないや、あの、家計でもうちの親父だけなんですよね、あのバーコードは。い。言えないんですよ。うえでも、あれ、アえ、え、ックスは今いくつ僕44です。今年45の年ですから、もう。 いいややお父さん、相当若くかったりして、52で亡くなってますから、もうなん原裕次郎さんとかね、そうです、三原ひばりさんとか、僕は18の時です、南信介さんとかも52ですから、そうだよね、あの芸人さん、そうなんです、見た目が老けてたんで、すごい、僕なんかもう18だったんで、52って、しょうがないかと思ったんですけど、今思うと、めっちゃ若いですよね。うしかももねは 東八郎さんって言ったら、もう、まあ、まあ、あの、お笑いだけど、頑張れ、強いぞ、僕らの生ンかっていうね、カード・スノの、ね、あの歌で。ね、おばかさんをずっとやってましたからね。よかったね。もうちょっと長生きしてもらいたかったね。せっかく綺麗なお嫁ちゃんが来たのにそうですね。ねえ。 確かに。だからまあね、うちの、うちは5人兄弟いるんですけど、誰もその、うちの妹も2人いるんですけど、その結婚式も何も見てないんですよね、だから。若くして亡くなっちゃったから、そうなんですよ。見せたかったね。えさつびらでおでこ拭いて受け取ってるところね。多分親だとしたらやめろって言うと思いますけどね。下品だけをするんじゃないみたいなね。でも、お父さんと。はい。 萩本ががとてても仲くそうですね師弟関係にあったっていうのもね、お父さんが死なんだよねそうなんですね、それもだから、うちの親父が亡くなってから僕らは知ったんですけどね、うちの親父も言うなって言ってたし、金ちゃんも言わなかったんですって。 それはもう,うちの親父にその上下関係が見えると、大体金ちゃんがツッコミになるので、ボケが偉いみたいになると、ちょっと笑いにくいから、俺は金ちゃんって言うしみたいな、なんかそういうのがあったみたいですねでも、52歳で全然ね、あず、えー、かしくて18歳の時でしょ。いつこの道に入ろうとう、そのうちの親父が亡くなってからですね。 うちの親父が亡くなって、ああええ、そのお葬式の時に、ええ、金ちゃんが、ええ、君役者になりたいんだったら、ええ、君のお父さんに教わったことを、今度は僕が君に教える番だって言ってくれたで、うんええ。それでグッと来て、ええ、金ちゃんとこ行ったんですけど、ええええ、3、4年ぐらいしてからですかね、うん、いいか高弘、芸は人に教わるもんじゃないんだよ <laughs> どうりで何も教えてくんねえよって <laughs>、ええ。 何にもしないなと思って。で、学生時代ってどういう子供だったのあのね、超バブルだったんですよ。なんで、毎日遊んで歩いてたんですね。で、まあ、毎日渋谷とか六本木とか、本当にその、なんですか、ディスコブームだったんですよね。ええ。毎日、ほとんど家に帰ってこなかったんですよ。で、両親は共働きで、うちのお母さんも店やってたんで、夜の1、2時までは、 働いてるんですよね。だから俺が。親父は、あれだね。親父の稼ぎだけど、心配なんだよね。なんかこう、副業とか、奥さんがやっとかないと。親父分は、この人気商売だから。だから舞台とかもやってたので、そのチケットも売らないといけないので、いろいろ人脈を作るっていうのもあって、なんかそう、お店やったりとかしてたんですよね。なので、もう別に俺がいなくても気づかなかったんですよね、だからね。え、じゃあ、の、金ちゃんのところに入って、お弟子さん、最初きつくなかったいや、きつかったですよ。かしょっちゅう休んでましたよ。 ほとんど行ってなかったです。それでいいのえ、だからもう、あの、本当学校みたいにお腹痛いんで休みますとか言って、その、深澤さんですよね、先輩に電話して、行かなかったりとかして、お前日焼けしてんじゃねえかって、海行っただろみたいな、毎日チャラチャラ、チャラチャラしてて。結構緩くて大丈夫なのいや、あの、金ちゃんって別に特に教えないんですよ。鳥取り巻きもいっぱいいるし、その弟子もいっぱいいるから、俺いてもいなくても関係ないなと思って。一人くらい来なくても。そうなんですよ。一人くらい来なくてもそうだし、あの、頑張ってる人はみんなやめてっちゃうんですよ。もう すごいやる気があって地方から出てきてもう少しでも早くスターになりたいっていう人は、うん、金ちゃん何も教えてくれないから近寄れないから、うん、だったら他の劇団でも行って一言でもいいから、うん、セリフもらってやった方がなんかやってる気がするみたいなのあるじゃないですか、うん、発声練習だとか演技手だとか、うん、そういうの全くないからみんなやめてっちゃうんですよね。うん で、俺は、まあほら、東京に家があったし、うん、別に行っても行かなくても、ったから、プラプラ,プラプラしてたんですよ。で、ある時、うん、その、金ちゃんが、あいつ最近来ねえな、みたいになって、うん、いや、今日、えー、風邪だって言ってますよって言ったら、首、うん、だって言われたんですよね。うん、で、首って言ってるけど、みたいなことが電話かかってきて、うん、それまずいなと思って、なんとなく行くようになったんですよ。 で、なんとなく行くようになったんだけど、まあ別に何もしないじゃないですか。そじゃあ、設やれとかって言われるんですよ。で、いいと断ったんですよ。人前に出るの恥ずかしかったんですよ。お前何になりたいんだよって言われて。いや、わかんないです、みたいな。で、ずっと金ちゃんの車を運転してる人が知ってて。あっという間に5、6年経っちゃって。で、もう金ちゃんもその番組いろいろやめちゃったりとかしてたんで、お前どうするんだってなって、作家の先生がお前暇なんだからネタ考えろって言われて、で、言われてできたのがテイク2だったんですね。 ああそうなの。ええ、そうなんですね。ええ、あの、そうすると小堺さんとか関根さんはちょっと上ってこと、ええ、いや、全然上です。全然上なんで、ええ。僕はもうテレビで見てた人たちですから、うん、その接点もそんな,なかったですね。うん、あ,あ、そうへ で、そんな、いかい感じで作って、やっぱり血は争えないもんなんだね、ちゃんとこう。いや、そうなんですよ。そっからね、1年目からね、レギュラー番組撮っちゃったりとか、NHK の BS のなんかその、お笑い大賞みたいなのがあって、それで優勝しちゃったりとか、なんかね、最初に作ったネタでなんか、すごい受けたんですよね、なんかね。なんでこんなうまくいっちゃってみたいな。深澤さんには最初ね、1年やってダメだったらやめましょうって言ったんですよ、僕。先輩だからちょっとめんどくさいじゃないですか。3年先輩だったんですよ。ずっと怒られてばっかりいたから、もう早くやめう。 たたかっんですけどそしたら最初から賞取っちゃったりとかうまくいっちゃったもんで辞めるタイミングがなくなっちゃったんですよこれね同じようにお店も開いて当たってるしね当たっちゃうしねこれね嫁は可愛いしね嫁は来たしね嫁は来たし離婚もしそうじゃないんだ離婚もしそうじゃないんですよこれあらどうかなんか嫌の思い出っていえば子供の時のねあの 山手線にマヨネーズ塗ったっていう事件ぐらいそうなんですよ。山手線どこにあの僕ね、小学校の時に、なんかしんないですけど、マヨネーズを持って東京駅に行って山手線にね、マヨネーズをかけるっていう事件を起こしちゃったんですよね。これ意味わかんないですよ、これね。でもやっぱ、今思っても全然意味がわかんないんですけど、で、まあ友達とみんなで連れ立って行って、うんうん、で、なんか山手線がこう走り出した時に、うん、そう。 マヨネーズをビュってかけるって、それがね、僕は小学校4年生です、生。ええ。で、10歳ぐらいの時き行って、そのまま警察に補導されたわけですよね。なるほど。補導されると、みんなの家にこう電話されるじゃないですか。で、うちのお母さんに電話が行ったんですけど、一晩止めてやってくださいって言って、迎えに来てくんなかったんですよ。小学校4年の時に。えに。小学校4年の迎えに。来ますよね、で、友達のお母さんに連れて帰られて、一緒に。 で、家帰ったらうちの親父がすげえ怒ってたんですよね。で、うちの親父はああ見えて怒るとすごい怖かったんですよ。で、自分の部屋で正座して待ってて、で、その襖の間からこうもう怒ってんのが見えるんですよ。で、待ってるから行きなさいって言われて、行ったらもう案の定いきなりバーって怒鳴られて、で、もうごめんなさいと思ったんだけど、もう言ってることがよくわかんなくて、お前はな、小学校4年になってもまだお前マヨネーズの使い方がわかんないのか。あれはな、サラダにかけるもんだ。 <laughs> 当たり電車にかけるもんじゃないんだよ <laughs> ってで山本線は緑だけどあれは野菜じゃない <laughs> 意味が分からなったで、これ、ボケてんのかな、どうなのかなってちょっと思ったんですけど、その怒った後もういいって言われて帰った後に、うん、まに、あ、うちのお母さん曰く、怒りすぎたかなって反省してたっていう。<laughs> えー、まあ、でも、でまあ、変なお父さんでしたね。まあでも、まあ、俺でも意外と論理的だなと思った <laughs> <laughs> そうですか。<ー>いや、でもなんか面白かったですね、そういう意味じゃ。うん 普通の家ではやっぱなかったですよね、なんかね。お父さんはでも、全盛期はでも、ちゃんと見てるわけだねもテレビで見てるぐらいですね、だから、もう全盛期というか、もう僕が見てるのはもうバカ殿だとか、もうだからピンになってからなんで、ピンになってから鳥ブームで、鳥オスカイラインとか、そういうのは全く知らないですね。僕は生まれた頃ぐらいにはもう解散してたと思うんですよああ、そうか。じゃあもうピンになってから。そうです、そうです、そうです。 これは見てて、ええ、で君の友達もみんな見てたりしてた、ええ、わけだよね。そうですね。はあ、だからよく学校行くとバカにされましたよね。お前の親父バカだなってって、あれだけそれだけ人気者だったってことだよ、ね、いやそうなんですよ。だ,ね、だから。そうするとまあなんか言われると嫌じゃないですか。うんうん、そうなんだよねってうちの親父バカなんだけどさ、うんうん、お前んち。 よりさ俺見てみビル、だぜとか言っていいややななビルなのビルね、うち4階建ての細いビルだったんですけど、友達んちはね1階建てだったりとかしたので、毎日家はちっちゃいけど、犬でかいなとか、そういうことをずっと言ってたんですよね、そういうんで、みんながしゅんとしてたっていうね。いいね、ここまで来て、何したいなと。 あと何したんまりしたいことなさそうだね、いや、だから、まあ、そこそこなんか、いくだろうしな、子供まだできないんですよ、あと子供欲しいですね、だからあと人生でやってないことで子供を作るのと、作り方知ってるんですけどね、子育てか。と、あとはだから、そマイホームを建てるっていうね、これだけまだやってないので、マイホームはすぐ足しそうだな、ええ、ましそうですね。 まあ、あと場所見つ使ればみたいな感じなんですけど。でもあれだよ、お父さんからしたら、子供は遅い、もう、いや、そうなんですよ。ええ。なんですよね。だから、もう早く欲しいなと思うんですけど、まあ、うちの妹もね、まあ、一人はまだ結婚してないんですけど、まあ、一人結婚してたんですけど、離婚しちゃってね、で、あの、僕、あの、飛田隆弘ってうんですね、本名がね。東じゃなくて飛田っていうんですけど、で、も結婚してたんですけど、戻ってきたじゃないですか。飛田恵 になったんですよね、またね、妹が。で、安めぐみは、俺と結婚したんで、ひだめぐみになったんですよ。今、ダブってんですよ、今ね。ややこしいえ、ワンペアできたんですよ、家族の中にひだめぐみが二人いるんですよ、しょうがないよね。え、しょうがないです、これ。家族と、のお母さんは生きてるんですか生きてます。ギリ、生きてます。ええ。嫁姑は大丈夫です全然大丈夫ですね。この間も、その、うちのお母さんとうちのお母さんの妹ですね。 あと俺と安田4人で熱海に行ってきまして、温泉に、なんか隣同士の部屋でなんか知んないですけど、親孝行してきましたね、母の日もあったんでね。困るああ、それだけあれだよね、ツッコミどころがなくて、幸せだ、幸せだって言われちゃうとな、もう芸もね、別にいいんですよね、別に。 いやだからねあの、自分でどうにかしようと思っちゃだめなんですよ、うん、ね。うん、ね、そうね、取る人は多分そうだと思うんですけど、うん、もうあと誰かにどうかしてもらおうっていうね、うん、人に任せるっていうね、これが一番楽ですよ、ねやっぱね、いや、でも芯取ったりしてるじゃないか、時々いや、知ってますよ、あよ、人にね、もう踊らされてるだけですから、本当に、うん、い,やいやいやいや、人の言うことをよく聞くって大事なんですよ、うん、これね。うん いや、高田文夫さんがいないときとか。ええ。もうそういうときはもうね、代わりをやってるっていうね。高田文夫の代わりなんでつまんなくてすいませんみたいなえ、ね、え <laughs> <laughs> 然逃げ場はいくらでもありますから、これ。いや,い,やいや、<れ>いやでもなんかこう、はい、あれだね。じゃ、ど、はい、ど、このままでいいええ。 お芝居、好きなお芝居やったりしながら。らそうですね。うん、まあ舞台もやって、うん、テレビもやって、ラジオもやって。も,ってもうロケも行って、浅草あたりでやって、うえー、もう店もいろいろ紹介できるし、そうなんですよね。食通でもあるし。いえいえいえ,いえ。うん、だからあと、ほとんどね、やることないんですよね、なんかね。うんうん、だからもう60ぐらいで引退してもいいかもしれないですよね、<laughs> なんかね。はい いやでもあれは知らないの、メイン司会だとか、そっちのメイン司会って、ここまでなかったもんないらやることないって言われる人に何を聞いていいか分かんなくなってきた確かに、ちっちゃな望みは一つか二つ言えよって、なんですかね。社長いですねあじゃなの 二号店を成功させた。うん。あと、二号さん作るとこで。二号さん作る。ええ、もうそのね、あの、社会的にダメージを考えたらね、そんなことしないですよ、ね。もうそういうとこ計算高いんですよ、これね。ええ。頭いいな。ええ。そうね。今まだ幸せの方が金になるとて分かってますお父さんどっかに別の子供作ってないのそれがいないんですよね。ですかね、うちの愛人もね、結構ね、小本能だ たんで夜帰ってくると、その子がほがなかなか会えないじゃないですか、会えないから、ご飯作っておいてください、朝ごはん、お弁当箱にね、そのみんな一言ずつこう手紙添えてたりとか、じゃ芸人はさ、このなんか入った、稼いでかなみんな使えとかさ、ね 女でなんとかしろって芸のこやしとかあれ、嘘そだなあれ、だからあれは多分落語家さんとかですよ、でもさ、こうやってさ、なんかもうやりたいことはやり尽くしたっていうと、最終的にしゃぶとかやっちゃったりするようになるいや、絶対やんないでしょ、あれ、あれやっちゃだめでしょ、あれ、いや、俺、本当、前びっくりしたのがね、飛鳥さんの記事が出たじゃないですか、で、違うってなったじゃないですか。であの 記事の時にね、アズマックス、安めメグミ、ね、船かっていうのと、ね、アスカさんのその覚醒剤の記事が同じ号だったんですよ。あそうなんだ。えで、その後ね、向こうも否定して、で、うちも根も葉もないことが書いたんですよ。全然違うよって言って、なん最近の雑誌は嘘書くなって言って、向こう本当だったじゃないですか。あれって言って。 社長が俺に、ね、お前は大丈夫お前大丈夫おのとこ本当あの記事は本当だったんじゃないだろうなって言って、いや、違いますよっって。いやお芝居です、今度。そうなんですよ。いや、心あたりは、こう出てて、ま、毎年、毎年のことですね。そうですね、もう十年目、今年で十一年目になるんですね。 心地いいんですよ、これ、やっぱ先輩ばっかりなんで、カフェがってくれるんで、ここは、そのなんての、してやろうとか、そういう気持ちはあんまりないいや、ないです、ないです、ないです。三宅有事を超えてやろうと。もうね、懐に抱かれてるのが心地いいですよ、本当に。あそうですか。でも、あれでしょう、鍋なんかは。え倒くさいです。な。 ずっと喋ってるんですよ。喋ってるだろ。ええ、今回嬉しいのは、みんな楽屋が別々なんですよね。今までね、楽屋が何人かで一緒だったんですよ。で、リーダーと一緒になるのみんな嫌がるんで、大体若手っていうかね、僕、そんな若手じゃないんですけど、俺に押し付けられるんですよ。だからそうなんですよ。だから、小宮さんとかも出てた時も、小宮さん、俺、リーダー、ラサルさんみたいな、なんで俺間に挟むか分かんないですけど、そうなってすんそうか、これ、なべちゃんが一番めんどくさいな、こんなめんどくさい。あとはみんなね、ちゃんとしてます、これ。 翔太さんもおかしいしな、翔太さんもね、結構もうあのまんまのキャラというか、翔太さんも結構しないるのね、翔太さん、僕の10個目なんですよ、55歳、55、55、お父さんの年齢超えてるんですよ、だから落語芸術協会の理事ですからね、めちゃくちゃ偉いんですよ、なのにあの小物感って面白いですよね。 いやーえぜひね、もう今度はあの、<れ>来月の5日から、新橋演舞場なんですよ、え、来月の5日もう稽古してる、このあとももう今結構行くんです、稽古してるっていうのは、ずっと、一緒、はい、そうですよ、綺麗ですよ、綺麗でしょう、可愛らしくて、もうずっとね、げら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 笑ってるんですよ、あの人、うんう人間的に本当可愛らしい人ですね。あら さあ、宇治子さんね、綺麗だよね、綺麗です。で、なんでこの、こんな芝に、あ失礼、こんなえだに、誰がドッキングして、これは、三宅さんが前にコントライブを一緒に伊藤史郎さんとやったことあるんですよ、もうそこでもうみんな惚れちゃって、もう前からなんか共演したときにいいなと思ってたんですって、で、今回、新橋演舞場ということもあって、ぜひ出ていただけませんかということで、なんかブッキング大成功と。新橋演舞場でやるの万 人ですういね、やっぱ喜劇で、その規模でやってるってこともうないじゃないですか、もんね、でも、金ちゃんももう、大きい舞台は引退だってやめちゃったんで、うん、もう,こう関東でとか東京でもやっぱ喜劇やってると三宅さんしかいないんですね、うん、だからもう、これ、本当そこに出られるって、本当嬉しいんですよこれ、ね、5万人、えー、新橋演舞場、そうです、1か月公演。 関西がね、笑いの流星を極めてる時に、関東がちょっとどっかで頑張らないと。そうですね。だからね、吉本新喜劇っていうのもありますけど、やっぱこっちはね、また違ったちゃんとストーリー性のあるといいますかね、また東京らしい喜劇なんで、ただただ笑って何も残らないっていうね、もう三宅さん曰く、大きな舞台でせこい逆っていうね、いろいろスローガン掲げてますからなるほど。やるね、6月5日から6月29日まで、もう固まってきた。固まってますね。 みんなが忙しいので、全員が集まる稽古というのがほとんどないんですよねその中でもやっぱり10年やってますから、みんなパートパートでよく固めていくんですよね、これが。うんうん さあ、お芝居の方ですけど。はい。はい、うん、さんは来、来月5日から新橋演舞場で開催される、うん、三宅裕二さん率いる、熱海五郎一座の公演、うん、天然女房のスパイ大作戦にご出演されます。はい、うん。こちらの舞台の詳細やお求め先は、うん、チケットウェブプ小畜の、うん、チケットウェブプ小畜のサイトをご覧ください。うんうんうん そうですね。これもう本当にほとんど結構いい席とかもほとんどもう売れ切れちゃってるので、まあ何にしか空いてるとかまあありますけど、まあお早めにちょっと取っていただくとありがたいなと。一席一万一千円。うん。サー式席一万二千円。もうそこの辺が結構もう売れちゃうんですね。三階 B 席二千六百円。そこも売れちゃってますよ。いやここも売れたらどう売ってるんですじゃあ。いや真ん中の席はちょっと高い。真ん中の六千円。はい。A 席六千円。 この辺が売れてない。はいあ。そうか。ま、あでも、それでもね。はい。うん。ギリギリまだチケットがある。あ、はい、間に合いますので。はいはい。大竹メインディッシュ、うん、本日のゲストは、あずまたさんでした、うん。はい。ありがとうございました。楽しみにしてます。どうも。